懸水加工する埼玉県警察ラッツ隊員福岡県警察第2機動隊レンジャー部隊本校では日本の警察の特殊技術訓練について述べる警視庁警備部では山岳救助や立てこもり事案への対処を想定して陸上自衛隊第1空挺団の指導協力の下でとで1965年2月より第1.5機動隊員がレンジャー訓練を実施していた 一方、当時は70年安保闘争に対応して、機動隊の増強が進められており、1969年1月には、第7機動隊が新設され、2月には、調布市に移転した。そして、同隊体の編成にあたり、産地を控えた同地の地理的条件が考慮されて、第7機動隊第1中隊第3小隊に、レンジャー要員を結集し、 レンジャー招待として発足することとなった。また1971年からは、警察庁の主催のもと、陸上自衛隊への受託教育として、各管区警察局ごとの全国レンジャー訓練が開始された。自衛隊のレンジャー訓練は長距離、長期間にわたる停止行動を想定しており、例えば陸装、陸士を対象とした、部隊集合教育でも9週間の期間をいているのに対し、 警察のレンジャー訓練は、ロープを使用したヘリコプターからの降下訓練や患者を背負っての岩場の移動など、救急活動に必要な能力を身につけるためのレンジャー訓練と位置づけられており、期間も2週間に短縮されている。現在では、高層建築物や断崖等の現場において、ロープ技能等を駆使して、各種活動を実施する常設の機能を別部隊として、各警察本部機動隊に、 レンジャー部隊が設置されている、警視庁機動隊レンジャー小隊では、年に1回、空挺団及び第13普通科連隊の指導協力のもと、ザイル理論、傑作、ザイル技術、山岳救助、ヘリコプターからの降下など13日間の現地訓練を実施していた。また山地を管轄する大梅警察署、五日市警察署、福佐警察署との合同救助訓練や、 民間救助隊との山岳救助訓練も実施された。山岳警備隊として活動するとともに、浅間山荘事件や成田空港、関西島選挙事件などの警備活動、また、日本航空123便墜落事故での捜索救難活動にも投入された。そして、日韓ワールドカップ警備を控えた2001年、重機レンジャーと山岳レンジャーに再編された。現在、 警視庁機動隊の各隊には、重機対策部隊が設置されているが、ヘリコプターからの降下や材イを用いての突入は、重機レンジャーのみの特徴である。また特殊吸収部隊創設の際には、団員は、レンジャー資格を有する。 機動隊員を中心に選抜されたとされている。ありがとうございます。